Actually. はい、こんにちは、ブルーフォースです。というわけでね、やっていきましょうか。バイオハザード。あー、来たー！はい、ビキニーアシュリーでございますね。これは、あ。相当やばいかもしれないな。いや、あの、たまらん畜生であることは間違いないんだけど、あのね、こっちが映ってるのがね、もうね、突っ込みたいところ満載かもしれないんだけど、まあ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 。で、あれなんだね、ビキニにしてみたら意外とこう、いや、でも、このくらいのサイズ感がいいのかもしれないですね。プルンプルン。うん、ああ、やれてるやれてる、十分すぎる。そう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 。お前はこれから失墜していくんだよ。はい。まあ、ちゅうことで、早速やっていこうと思うんですが、プル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 。で、まあ、それはいいんだけど、おキックキック。あ、違う、いらないです。こっちも、写真。で、よいしょ。あ、しまったな。杖も変えたけばよかったな。まあ、いいや。で、特にこっから出るあれはないので、うわぁすごい雰囲気あったね、今なんかね。およし。で、落として、あ、じゃあ、こっちこっちこっち。はい、おいでおいで。尻見えてんじゃん、もう。これ、大丈夫かな？まあ、ちょっと、アップロードしてみて、ダメだったら、もう、やり直すしかないよね。だから、世に出る前だったら、まだなんとかなるかなって思うんでね。はい。まあ、もっと際どい格好した YouTuber とかさ、いっぱい出てるけどね、なんかビキニのうんぬんとかさ、まあ、そこら辺ちょっとね、しっかりと調べとかなきゃいけないかなとかって思うけど、まあ、だってほら、ベッドシーンのさ、要は、ね、あかーんってところ以外を映してるやつとかって、ザラにあるもんね。あ、しまった。そっか、変えちゃったんだ。お宝物を取りに行きたいんだけど、どこに行ったかな？あれ？いないな。まあいいや。よし、じゃあこっち行って、で、うん。改造とかもね、施していかなきゃいけないからね。うん。破壊力がやばいっすね。まあ、どうせ最後ね、みんな水に濡れるからさ、水に濡れる準備みたいなのもちょっとしとかなきゃいけないですよね。すごいな。今思えば足完全に食い込んでるけど、ハイヒール履いてんだよな。桃子とリンゴだよ。で、こっちの方でチラッと。あれ？あっちやったっけ？どこに行くかわかんない。あ、痛い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 、は？は？は？ちょ、待って、何してんの？もうすぐ振り向けよ。うわ、もうボス戦の前にこんなしょうもないこと。いや、は？ちょっと待って、構えないんだけど、銃を。なんで？あ、なんで解除されてんの？あぶね。おかしいべや。あ、なんかちょっとエロそうだからやってみよう。は？もう急いで。もうほんと、早くパソコンを変えたい！早くパソコンを変えたい！完全にパイタッチしてたな。パイタッチ、おっつー。で、あれ？あ、いた。よし、オッケー。おしまい。よし。おら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 ！見逃すか、タコ野郎！イカ野郎か。まあ、虫なんだけど、完全に。ちょ、もういいって。オズモンドに興味はないよ。で、ほい。ここに埋まってるって。なんかもうあれだね。ジュラシックパークに出てくる蚊の琥珀みたいな感じがするな。女の子がハーハー言うの、男どもが興奮しちまう。よし、行こう。ね、まさかの最終パートに一回使ったことのあるモッドっていうところでね。はい。なんかいろいろとね、他のモッドも一応付け足してはみたんだけど、まあ、残念ながらちょっとね、反映してくれなかったっていうところだったんですね。どこに向いたっけ？あれ？いな。いないか。ちょっと待って。おい、お前、この野郎、虫も女に発情するってか？すごい冷静だな、君も。なんかもっと、あーとかさ、いやーとか、襲われてるとか、なんかもっとそういうのがあるのかなと思ったけど、ちょっと待って。あ、もうちょっとか。あおあおおいで。こっち。
そう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 。で、いる？こっちはもういないか。オッケー。で、あそこの学校は完全にお尻なんだよな。よし、オープンサーサミー。オーガンエンガード。イエス。大衆がお好みですか？あなたも変態ですね。で、これは買っておきましょう。あ、これはもういらないですね。で、改造。あ、これは全部改造済み。あ、これも改造全部。あ、これも全部改造済み。お。Dazzled, are you? You've exhausted our normal range. That is a top-notch weapon. You really don't settle. Try that on the side. Dazzled, are you? Our craftsmanship demands that. もうただただあれだね。見えないところで武器商人さんがスタンディングオベーションしてくれてる。We've given this one all we have to give. This kind of work is about finesse, straight. Little bit goes a long way. You'll see. Dazzled, are you?見とれちまってるぜベイベー。あ、お金がついに足りなくなりました。じゃあ、こっから、チューナップじゃん。よし、じゃあ、どんどん。さあ、これでまた いくら万円お金が貯まっていくからね。まあ、リアルをお届けしますのでね、カットしたりしたか、カットしたりとか一切しませんので、皆さん覚悟してください。飛ばしたかったら、飛ばさないで頑張ってるんだからさ。ね、本当にもう、多分ね、さすがにね、どんだけ上手な、バイオハザードが上手でたまらんチキショーの人でも、この PC のスペックでね、やったらね、誰もが下手になるよ。本当に。これは自信持って言える。俺が下手くそとかじゃなくて、もうただただね、リアルにね、もう操作ができないイライラが募ってね、もう発狂し放題になるからね。レッドベルニーの数に合わせるか。いや、まあまあいいか。ちょっと中途半端な数だから、5、1、こんな感じで。でーん、210万円たた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 たで、あと手持ちにある中でいらないのもちょろちょろって打っていきましょう。もう今回は普通に戦うつもりなんでね。普通って何？あ、そこに疑問を持たなくか。ちょっと待ってね。ほら。この色がついてるの何なんだろう。まあショットも別にいらないしな。ルイスはちょっといる。まあ、ニワトリ、ブラックバスもいらないし、メレーもいか。あ、これあれですか。違うな。黄色がつけてるとこ。I'll pay a pretty penny for that. プリティペニー、ペニー。ペニー。I want to take care of any leftover errands before going. あ、ごめんね。話してる途中で切っちゃって。うん。まあそういうこともあるよね。エスカルシェイカーだけが、できなかったから、OK。で、しまった。何を改造してて、何を改造してないのか分かんなくなった。ストライカー、ストライカー、TMPS、ロックバタフライ。これは、無理。スペース的に空いてるけども、変えるのがめんどくさい。Welding. でも改造済みだった。で、あれ？これスペシャル改造ないのか？どんまい。ほい。これなんかまとめて改造とかできないのかな。けどね、あちゃちゃ間違えたんで、これも全部改造するな。ゆるん。また。Broke Butterfly。It's a battle of Butterfly。バタフライは一番指導よ、ヨギ。ヨロピッキー。あ、意外とお金が足りなくなった。アンドキャノン改造済み。こいつも、オッケー。トゥーティー、あ、そう、おめの回復忘れてた。Come back anytime. Anytime。ほい。ほい。こっちの方が早い。ほい。ほい。ほい。で、これも改造済みですね。今入れたやつだな。ってことは、あと、ライオットガン。あーん！いらない。ごめんね。バイバイ。で、こいつ。あー！これ、ワンクリックでいけるのか。ワンクリックじゃないけど、ワンクリック。キラーセブン。ほい。キラーセブン。あと、ボルトスローはくらいかな。
よし。Welcome。いやね、こういうのは裏でやっときよって話なんだけどさ、なんかこうさ、やっぱこう改造がどん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 ね、お金に物を言わせてできていく快感っていうのをみんなと一緒に味わいたかったっていうね。おめえも特殊改造ねえのか、残念だったな。ただ、だんだんお金が足りなくなってきて、非常にまずいんではないかという気がしてきた。大丈夫かこれ。あ、ダメかもしんねえな。まあ、その時はその時だ。よいしょ。ほい。ほい。あー。あれキラセブンも全部改造してたのか。あんだけな。よし。で、あと2つかな。あ、ギリ足りそうじゃねえか、これ。ほい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 。で、ソルトスローは、あれバタフライは全部今改造したところだったよな。あれあとなんだっけ、こいつか。あは。よし。以上かな。いや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 これ今、はい、あれちょっと待ってよ。健忘症だわ。若年性健忘症だわ。あ、できた、できた。よかった。もうやってたよ。そうだよ。思い出した。やってたわ。そういえばやってた。OK。なぜかグリーンハーブがないというところなんですが、とりあえずこの武器で最終戦挑んでまいりましょう。OK だね。よし。じゃあ、くるっと折り返って。たかたた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 Is that her? てか、あれこの時ってエイダのこと知ってんだっけ？女の人が吊るされているってこと。でもこれ多分普通に腕ちぎれるような、よく考えたら。腕はちぎられーの、足は骨折させられーの、でもとんでもねえことになってるよな、エイダさんね。かわいそうだよね。Stay here. I won't be long. Okay. Won't be long. Won't be... スタイルよすぎる。あのね、腹筋を鍛えてる人って、あのね、縦筋がピッてなってるの。で、女性っていうか、まあ男性も男もなんだけどさ、あの、どうしてもね、あの、おへその下あたりの、いわゆる下腹部痛いって呼ばれるところに関してはね、もうね、どうしても、あの、そこがやっぱり一番脂肪の溜まりやすいポイントだから、そこが若干のポチャってなる部分についてはもう仕方がないんですよ。あ、だからあそこまで逆にこうシュッてなってる人に関しては、あの、脂肪がつかなさすぎてて、はい。さあ、本物どっちだ、自分で自分を苦しめている、ただのド M 野郎でございます。助けて、助けて、だーれか。ヘルプビードゥイキック。今見えたんじゃないですか。はっ。ねえ、ここまでのとんでもないアクションだったらね、完全に見えてるもん。こいつちなみに、あ、でもそっか。当時のあれか。うん。衣装は当時だけど、顔はどうなんだろうな。ファーあ、でもやっぱ変わってないな。ちょっと待って、6年経って顔全く変わってない。どうなの？見てよ、6年経ってさ、レオンなんかさ、ハゲ散らかしてなんか謎のローブ着てさ、で、いろいろ背中から生えて、あ、それは本物の方だった。さあ、果たしてどうなるかな？シュールだわー。すげえシュールだわー。その思ってた。そう、1個心配なのはね、爆発物陳列剤を持ってないんだよな、俺ね。そう、爆発物たくさん持っていることによるダメージをちゃんと与えられてたらよかったのかもしれないけど、ちょっとそれを持ち合わせていないっていうのがね、まあ、降りてきてもらいましょう。ほい、じゃあまずは一発目。はい、ご挨拶があってた。ほい、OK! ちょ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 、危ない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 、痛い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 。じゃあもうちょっと広いところに行きましょう。おう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 、キック、降ります。いらない、全然いらない。さあ降りておいで。フルブルメネネネナンバー、よいしょ。あ、痛い、熱い、溶ける。もうね、あのね、すごい雑な戦い方をする予定です。当たってねえし、全然。あ、痛い！誰に？ああ、もうすでに砕け散りそう。よいしょ、オッケー、はい、砕け散った。
オッケー、ゼロ距離からの、はい、これ、あ、あれあれあれ、はいよー、プレゼントこういう、これあれなのかな、やっぱりあのコンバットナイフなのか、このプライマルナイフなのか、それとあれ戻ってる、なんで後ろ向いてんの、おかしくね、ほい、降ります、降りる、降りることによるあのノーダメとかあるのかな、あ、いたいたいた、いつの間に、おい、会いたいです、やばいです、やっぱり攻撃力が半端ねえな、よし、そうだな、やっぱりな、あれを、あれを潰すには、よいしょ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 、うえ、二日酔いアタック、ちょっと二日酔いアタック強くない、おお、二日酔いアタックにより地盤沈下が起こってモンスターを2体し召喚することができなくなってしまった、おめえさん、あ、逃げたな、上登っていく、上の上登りの、あ、違う、あれ降りてきた、下へ参ります、おら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 、でで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 、あれカッキンって出てきた今、そうはさせる、そうはさせろ、ささみのイカの金玉、どんな、おら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 、会いたいです、誰に会いたいのかわからないけど、死ぬ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 、ん、違う違う違う、なんでクラップ、よいしょ、はい、まあ、こいつはね一撃なんだけど、ゲロってるゲロってる、もうほんとこんなこんなさ、世界を今から征服しようぜって言ってるやつがさ、なんでさ、そんなさ、あ、違う、倒れてねえのかよ、オッケー、あ、あ、え、あー、ムシムシパニック、ムシムシパニック、ムシピピピー、おーめえさん、おらおらおら、砕け散ってやる、さあ倒れてこい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 、おら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 、いっぱい来てるいっぱい来てる、うおい、よいしょよいしょ、いちゃ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 い、倒れてくれないのね、いいで回避しない、よいしょ、トゥーアンバー、アンバー、トゥー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 、え、ちょっと待って待って、なんかすごいエコーがかかって、痛い、ただの踏みつけ、攻撃力65、威力、じゃあ攻撃力じゃない、威力か、あはははは、だんだんこいつオカマに見えてきた、やばいな、このオカマ野郎、やばいやばい、踏みつけられる踏みつけられる、よし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 、ほい、危ない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 、ちょっとお目玉、お目玉を差し出せ、お目玉を差し出せ、オッケー、お目玉、お目玉を差し出せ、よい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 、あい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 の歌、こい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 、あれ、よし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 、オッケー、さあこれで全部潰れただろう、どこ行った、お目玉、さあお目玉ちょうだい、ちょちょちょ、よいしょ、おら、お目玉もらったー、マグロー、さあ目玉を海岸せよ、海岸せよ目玉、どこ行った、あ、後ろ行った、ほい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 、あ、そっち、なんかてっきりまた上へ参ります、だよねだよね、どうせどうせなんか逃げる、逃げるだけの、逃げるだけの酔っ払いが、まだ今日16日月曜日なんですよ、飲むの早くない、うえって、ちょっと待って、あぶれ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 、ずっと吐いてんじゃんあいつ、何杯飲んだらそうなるの、よいしょ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 、いいお空をずんでずんずずん、バイ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 、あ、今避けたつもりだったのに避けれてなかった、やばいぞ、さすがラスボスだ、さすがラスボスだな、よし、あああああれ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 、なんだ、外皮を打つだけでもなんかあれなんだね、うん、
やっぱりあの向かなくても快感だけはずっと通用してたっていう、そんな感じなんですかね。さよならコーヒーの。いやさ、あの分かってんだよ、中身は違うことは分かってんだけどさ、倒したはずのやつがさ、ゆっくりゆっくりさ、あんなテロ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 来てたらもう笑うしかないよね。いやあ、おもろいわこれ。やっぱこいつにしてて正解だったかもしれん。個人的にはすげえツボだわこれ。さあ行くか。正体を表したね。だからまああのサドラーが普通にね、あの実はあのもう普通にあの本人のあれじゃなくて、もうただただ実あのなんだっけ、ようベラベラ喋んなお前もこって。よいしょ。いやただ単にあの本人の意思じゃなくて、プラーガに実は侵されてた説ね、あるよねこれね。ユースです、ユースです、ありがとうよっつって、ほい拾ってあっしゃーでー、だいぶずれてたと思うけどなんか当たってよかったです。で中身が出てきて、この中身の出方さ、今思ったけどあのサイコブレイクみたいじゃない、サイコブレイクのあのラスボスな、誰だったっけ、狂い始めてる狂い始めてるとかいうやつ、オスカーじゃなくて、それウェスカー、違う違う違う、あ、誰だったっけ、あー、ど忘れしたな、名前忘れた、うん、狂い始めてる狂い始めてるいう、なんかそういうやつ。よし、まあとりあえず無事クリアすることができたから、もうあの何も悔いを残すものはありませんって、ね、アンバー出てきてこにゃにゃっちわーって、あー崩れ落ちていく、まあ、だからこいつがさ、あのなんていうの、死んだ時点でさ、ほらあのいろんな寄生体がうにゅ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 うってなってさ、もうやばいよっていうなってたじゃん。あの映画編の方でもさ、あのユーゾーが死んだらさ、その中にあのエイダが植え付けられてたやつがさ、出てあの口から植えて出てきたって、やっぱり親に寄生するっていうところなんだね。まあ、本来の寄生体がそういう存在なのかどうかっていうと、まあ、僕はちょっと分かりかねない。虫の専門家ではないんで、さすがにね。というかもう虫なんか、もう僕はもう大嫌いに大嫌いで仕方がないんですけどね。あの幼少期にあのアリに噛まれてから虫という存在が嫌いになってしまったという超弱小さでございますんで。あ、おっぱい。このあの村元のリボンがピロ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 ってなってるのがあのエロいよね、たまらんよ、ね、シュールだわ、ほんとこの絵面、この絵面マジでシュールだわ、ね、さあでこれはこれでたまらんな、クロストッキングっていうか、やっぱクロストッキングにすることによって全体のこの足のその体積っていうところがこうシュッと細くなるっていうところがすごくまたエロさを増すというかさ、うん、スタイリッシュに見えるよね。キュール、キュール、まあそのあたりね、あの皆さんどんなのがお好みかってなるかもしれないけど、でまたねって言ってるからね、まあこの何年後だ、9年後とかに会うんだけどな、でまたこの格好で出てくるシュールさがたまらんな。はい、じゃあ行きましょうか。OK、じゃあ行きましょうか。さあ、ラストボスバトル。まあ、僕にとってのラスボスはこっからだからね。下へ参ります。さあ、行くぜ、走るぜ。あれ、あ、そっか。で、出てくる。ほい。10何本あったらね、5本しかあれ。まじかもう、多分あの、レオンの血糖値が今とんでもないことになってるけど。Let's get out of here! あ、ありがてえ。レオンの血糖値が今、もう本当に心の底から大変なことになっているというところですね。よし。ほい。Go home! やっとホームに帰るぜ。アウェイは嫌だ。やっぱりホームでね、たくさんのね、あの人に。ぴょん。OK。ホームでたくさんの人にね、応援される方がね、アウェイなんかでいるよりもね。ういということで、タタ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 あのね、本来ここに部屋があったんで、でも多分ね、この地割れのせいで扉が埋まっちゃったっていう、そういう設定なんだろうな、勝手に設定付け加えてて。よし、じゃあ行きましょうか。どこに刺したの ?OK、絶叫マシン大好き !I like it! トゥルトゥトゥトゥ、どこ掴んでんのよ。あー、やばいな、これ、マジで前見えないな。
どうなってる？え？前見えへん。やばいやばいやばい。あ、いて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 。え？回ってる？あー、食らってるし、前見えへん。やばいな、これ。やばいやばいやばい。チャリーン、1000円ゲット。わあ、ちょっと待って、おい、痛い。これ食らってる？食らっちゃってる？大丈夫？食らってはない。おう、おう、この程度のダメージだったら大丈夫です。壁にぶつからないようにだけ注意をしてくださいね。さあ、これでクリアと思うじゃん。そんなことはありませんで。ゆー、左の方がやばい。よし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 。あ、これあれだ、カメラ固定されてっから、まだ楽かもしんないから、マシなのかワシなのかわかんないけど、とりあえず、あれあれ、回れたのにさ、回れなくなってる。なんでや。うーふー、ちょっと待って、楽しんでるけどさ、もっとさ、お嬢様、命の危機を感じたまえ。やばいやばい、命の危機を覚えたまえ。うーふー、これは回れるんかい。ちょっと待って、 F ボタンを押してるけど、押して逃げろ、走れ、よっしゃ、一発クリア、ダーザイいやー、無事クリアだね。これで落ちるという設定が完全に食い込んでる。いやー、もうちょっと待って、濡れすぎてもうテッカテカなってるお前だけバカンス楽しみに来た女子みたいになってるなアシュリーだけあれだな、完全にリゾート地でマリンスポーツを楽しみに来た女子みたいになってるけど。はーい。まあ、楽しめたようで何よりでございます。いいね。やっぱ人生楽しんでなんぼだからね。あー、でも肝心なのが見えないな。任務完了よ。いや、まだですね。目がガン決まってんだよ。完全に目がガン決まってんだよな。いやいや、何をおっしゃいますか。それがミッションだからね。でも君の、協力があったからこそレオンも無事生きてられているっていうことがところがあるから、あのね、お互い様なんだぜ、ね、安心してね。まあ、ナイフの使い方だけないですけどね。Let's go home。 ラプラスのどこを掴んでいるのかって全くわからない状態ですけどね。まあ、そんなこと気にせずやっていきましょうか。はい。Condor 1? Mr. Condor 1?Come in. ちょっと激横プンプンまでやけど。Leon, are you and Ashley all right? Where are you? Come on. 超怒ってる。はい、じゃあお疲れ様でございました。本当にね、最後まで動画ご視聴いただいてどうもありがとうございました。いや、非常に楽しいね、実況をすることができました。やっぱモッドってなんかこう普段できないことがいろいろできるから面白いよね。うん。でということで、とは言いながらも、まあ、今後もね、ゲーム実況っていうところは、せっかくなんでね、続けていきたいなというふうには思ってはいるんですけれども、まあね、もう毎回ね、同じね、バイオハザードをいろんなね、まあ、RE2、RE3、RE4 とか、まあ、それから、なんだっけ、まあ、ビレッジとかね、そこら辺とかっていうのを、まあ、使い回しでね、遊んでたとしても、まあ、もう飽きたよっていう方もね、たくさんいらっしゃると思うんですよね。まあ、他のね、難易度が変わるモッドとかさ、そのランダムだとかって言ったら、そういうのを変えられるモッドとかがあったとしたら、まあ、もっともっと楽しくなるのかなとかって思ったりもするんだけど、なんかね、僕の、やってるモッドがよろしくないのか、どうやってそれ入れたらいいのかって、まあ、ちょっとわかんないんですけど、なんかあんまり正直、うまくいかないっていうのがあるので、うん。ちょっと詳しい方に、ぜひ聞いてみながらですね、実際にゲーム実況されてて、Twitter とかで DM が送れそうな方とかに、そこら辺の、ちょっとこれってどうやったらいいですかみたいな相談とかもね、投げかけてみようかな、なんていうのか思ったりはするんですけど、うんうんうん。まあ、それはそれでいいとして、今後ね、ちょっとね、もう少しゲームの、幅っていうのをいろんなところに広げていこうかな、なんていうふうにも思ったりもしてるんで、まあ、もしかしたらバイオハザードじゃないゲームっていうところも、一応ね、やっていく予定にはしておりますので、一応ね、キャプチャーボードも買ったんで、スイッチのゲームなんかっていうのも、まあ、スイッチ自体のゲームをやるのか、例えばその、スーファミとか64とかの、まあ、レトロゲームと呼ばれる、まあ、64レトロゲームって言ったらね、僕が小学生とか中学生の頃に鬼やってたゲームだから、まあ、言うてももう10年、20年前以上の話になってくるから、レトロっちゃレトロなんかもしれないけどね、ゲームの歴史から考えるんですけど、っていうところも、
まあ徐々にね、懐かしい。あの、ぜひね、バンジョとカズイの大冒険とかやってみたいんだよね。興味ある方いるかな、うん、バンジョとカズイ、多分ね、多くのプレイをしたことがある人はトラウマになっているゲームだと思うんですけど、64の方のね、ラインナップに入っているというところなんで、それもね、ちょっとね、やるのを検討してみたいな、なんていうふうに思ったりとしている次第でございます。はい。で、あれかな？あ、そうだね。ラストシーンが出てくるところね。まあ、なんかちょっとエイダ姉さん、手のシワがちょっとババ臭くない？だいぶ。ね。ちょっとババ臭かったよね、今ね。30歳よりも面白い。30歳って言ったら俺より年下になるんだもんな。俺今31だからね。Just one question. Just one question. What are you planning to do with this? I do not pay you to ask questions. こいつは44か。当時38、6年だから44歳だもんね。まあ、そう、少しそうのってか、むしろ若いよね。I will give expediting that change. おい！変態！ただの脱ぎたがりやないか。Billions. そうだ、忘れてた。How ambitious. 裸にしてたんだ、そういえば。まあ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 。We're changing course. 楽しいからいいよね。こういうのもね。全然ね。そういうのもあるわ。よし。まあね、いろいろと楽しむことができましたので、まあ一旦はね、このあたりでね、またエンディングが、スタートしたら、一旦ここでね、切りたいというふうに思います。本当にね、動画ね、最後までね、毎回ご視聴いただける方、もう、感謝しかありませんので、ぜひね、次回パートからもね、何のゲームをやるかっていうのは、ぜひお楽しみにね、していただけたらなというふうに思います。じゃあ、一旦ここはカットしましょう。カタカタカタ。ハニガンね。なんかハニガンのモッドとかもあったんだけどさ、ハニガンの登場があまりにも少なすぎるから、まあ一旦はもういいかなと思って。はい。というところでですね、今回のパートは以上とさせていただきます。またね、どこかでお会いできたらと思いますんで、明日からもまた新しい実況を始めていこうと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。では、また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。